ミゲル・アンヘル・ガルシア・テバルは、スペイン・アルバセテ出身の元サッカー選手。ポジションは、守備的ミッドフィールダー。心臓の問題により31歳で現役を、り添いた。アルバセテ県アルバセテに生まれ、1999年に、地元のアルバセテ・バロンピエから、トップチームデビューしたが、4シーズンで15試合しか出場することができなかった。2000年には、 セグンダディビション B のデポルティー・ボラ・コルーニャ B に、レンタル移籍している。その後もセグンダディビション B のレアル・サラゴサ B や、SD ・ポンフェラディーナなどに所属したが、2005年、セグンダディビションの CD ・カステリオンと契約した。2006年には、同カテゴリーに降格したばかりのカディス CF に、移籍したが、2007から08シーズンは、 リーグ戦42試合中18試合の出場にとどまり、クラブもセグンダディビシオン B 降格となった。2008年にセグンダディビシオンの UD ラスパルマスに移籍し、31歳となった2010年に UD サラマンカと契約した。2010年10月24日、ホームでのレアルベティス戦の57分に、心停止により突然グラウンドに倒れた。 両クラブのチームドクターによって、心臓マッサージや自動体外式除再動機を用いた蘇生措置が取られ、安定した状態でスタジアムから運び出されてサラマンカ大学病院で検査を受けた。後に約25秒間心停止の状態にあったと発表され、UD サラマンカはミゲルガルシアの生命を救った両クラブのチームドクターの迅速で効果的な治療処置を称賛した。 退院する直前、メディカルスタッフによって、ミゲルガルシアが直ちに現役引退しなければならない、ことが発表された。ありがとうございます。